皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は今低迷する辛い環境にある教室の先生へ送る言葉、夢は叶えるためにあるというテーマについてお話をしてみたいと思います。今日はですね、実は2020年の12月28日ということで、未曾有のコロナウイルスが来て、それに翻弄された1年だった最後の締めくくりの年末を迎えている時にこちらの動画を撮っています。でいつも年末にはですね、皆さんにこう来年の指針になるような、そういうメッセージをだいたい動画で撮っているんですけれども、今年は何を話をしようかなというふうに思った時に、つい先ほどなんですけどね、私その年の、テーマをですね、だいたい年末の28、29、30とか、この辺りで翌年のテーマってだいたい決めるんです。漢字2文字で、レボリューションとかね、革命とかね、そういうものもありましたし、何かしらテーマがあって、ついさっき情熱っていうことを、来年2021年の私の目標にすることにしました。要は情熱っていう言葉を一つのテーマにして走っていくっていうことですね。情熱っていう言葉にしたっていうテーマは、くしくもですね、ちょうど2020年は大ヒット映画「鬼滅の刃」興行成績ランキング第1位ということで、歴代ですよになったっていうのも先ほどちょうどニュースで出ていて、見てない方はね、少しわからないかもしれないですけど、私もそもそも「鬼滅の刃」なんて知らない人間だったんですけど、うちの旦那に「グレンゲって吹けないの?」って言って、いとも簡単に言って、サックスで吹く、あれ結構早い曲みたいな感じの、そこからグレンゲのこと調べたついでから漫画とかアニメとか見るようになってっていう感じになった経緯があるんですけど、残酷なね描写とかもあるんで、人によってはどうっていう方もいらっしゃるんでしょうけれども、流れてるものはやっぱり家族愛だったりとか、諦めない心とか、そういう部分が多分今の閉塞されたこの世の中において、人の気持ちを打って、そして見に行く人が増えてっていう状態だったと思うんですよね。でその中のね影響とかもあるんですけど、その特に「無限列車編」っていう映画では、煉獄さんっていう、煉獄杏寿郎さんっていうね、柱と呼ばれるその人が、皆さんを救うために盾になって戦い、そして亡くなっていくんですけど、その時にやっぱりこう自分のね思いはつながっていく、その少年たちにね継いでつながっていくっていうことで戦死をするわけなんですけれども、その時にもね結構熱い魂とか熱いエモーショナルな気持ちっていうものを訴えながら亡くなっていってるわけなんですよ。で思いは年月とかね、そういうものも乗り越えて伝わるっていうことで、それが例えば私は本当はね、リアルで会ってセミナーとかするの好きなんです、本当は。で皆さんに熱量とともに伝えながら今までもセミナーをやってきてるんですけど、本当に今年はもうオンラインで活動をせざるを得ない状況になって、オンラインなりの私の皆さんへの熱量の伝え方とか、皆さんにとっていい知識をどうやって伝えたらいいのか、低迷してる方が少しでも前に進めるヒントをどうやって伝えることができるのかっていうのをもう必死に考えて動いた1年でした。特に2月3月かな、緊急事態宣言の時にもう何をどうやっていいかわからないっていう人たちのためにですね、オンラインサロンを急遽立ち上げて、そこでほぼ毎日配信してました。私世間の状況がそうであっても、情報をきちんと知って、そしてそれに対処をする、でそこには一人だけじゃなくてみんなもいるんだっていうことでですね、ずっと発信し続けてました。だから皆さんにね、それで言われたのが、世間はねそんな感じだったんだけど、私が次から次へと指針を飛ばすものだから、それに課題をやっていかなきゃいけないから忙しくて、そんな状況とか忘れるぐらい忙しかったしっていう話とか、あとはもうみんなでオンラインかなとかってね、旗を上げればみんなでモニターになって
試していこうってサロン内でわーってみんなでやったりなんかして、ちょっとしたプチお祭りっていうと、まあ不謹慎なのかもしれないですけど、お祭りに近い状態でしたね。私も全国各地の生徒さんの家授業参観的な感じで、あ、この人ってこうやって教えてるんだみたいなね。でちょっと内容の出来が悪いとですね、居残りな感じで後でこうねコメントを出して、こんな感じの方がいいよとかね言ったりして、ある意味なんかそういう意味では濃密な3月4月だったと思います。そして、まあ、非常事態宣言が、ね、解除されてまた日常に戻り、そしてまたこの冬第3波がということで、今もどんどん感染者数が増え続けて、かつまた海外の、ね、変異種が入ってくる入ってこないとかいう話になっているのが、まあ、現状です。で一つ言えるのは世界は変わったっていうことですね。まあ、先生術的に言うと風の世界に入ったっていうことで、まあ、オンラインっていうのもまあ確かにその走りなんでしょうけれども、物質的なものよりも感情的なものだったりとか、あとは精神的なつながりに価値を置く時代に入ったということで、まあ、そこはきっと多分オンラインと親和性がすごくいいなっていう時代になっているんですよね。でまあ、もともと教室業っていうのは対面と地元密着っていうのがベースに展開されているものでしたから、その世界観とか価値観が一気にガラガラと変わったことで、もう本当に何をどうしていいかわからないっていう状態になってしまっている教室の先生とかも非常に多いんじゃなかろうかというふうに思うんですけれども、私が、そういう方にっていうわけじゃないんですけどね、皆さんに、伝えたいのは、夢ってあると思うんですよ、皆さんね、いろいろと。でそれっていうのはただ語るだけじゃなくてですね、叶えるためにあるっていうことを、知ってほしいと思ってるんです。だから諦めない限り夢って基本的に叶うものです言い切ります。はい、叶うものです。夢が叶わない時っていうのは、皆さんが夢を諦めた時に叶わなくなるだけで、諦めない限りは叶います、叶わないで死んだら化けて出てやるとか言われても、それぐらいの意志と、私をそれこそね化けて出てやるぐらいに恨むぐらいの強い信念があれば、生きてる間に多分叶います。叶わない理由とかは、大きく分けると2つあって、1つは諦めるから叶わない、これ1つ目です。これ一番大きいです。皆さんがほとんど叶わない理由はそこです。で2つ目は、その叶うためのただ待ってるだけじゃダメで、ある程度努力をしないといけないんです。でその努力がどういう努力が必要なのかっていうと、誰に何を言われようとも、それをやり続けると信じて動く折れない心ですね。これです。はい、なので私が叶えてきた夢は、一見他の人がその当時の私の状況からすると無理だよねっていうことばかり叶えてきています。はい、一番私の根幹になっている部分の自分の人生は自分で作るっていう、信念があるのは、本とかにもね書いてますけれども、どうしようもなくうちが貧しかったからです。はい、本当に本当にお金がなかった、学校、公立の学校とかね行ってる時も、同級生よりも普通にお金がない家でした。はい、だからやりたいこととかも制限されて、やりたいことが制限されるから、でも私は諦めなくて、やりたいことをやれないなら今やれる状態でどうできるかっていうのを、必死になってやっていたっていうことですね。知識とか学びは、その自分の世界を変えるために必要だっていうのは分かっていて、でもみんなは普通に例えば塾に行くとかいう時にも、当然塾に行くお金なんてないから自分で勉強するしかない、で自分で勉強するしかないし、あと本を読むっていうことでどうにかをしてました。で友達と遊びに行きたいって言っても、本当に今ではちょっと考えられない話かもしれないですけど、例えば高校生の時に確か、なんだっけな、ドトールじゃなくてなんか
シャレードじゃなくてなんだっけ、シャトレーゼだっけ、なんかあれ喫茶店がありますよね。あそことかでみんなでお茶しようよとかって言います。皆さんお小遣いもらってるから、あの500円ぐらいのね、まあコーヒーとか パフェとか、私パフェは食べないんですけど、パフェとかだって普通に1回行って500円使うのは何だ躊躇なく皆さん行けるんですよ。私500円もなかったし、高校生ですけどアルバイトとかもしていて、そういうのが大丈夫な学校だったんで、そのアルバイトをして時給500円とかで、で貯めたお金は参考書とか買ったりとか、そういうお金に使っていたので、喫茶店とか一緒に行くお金もなかったんですよ。まあだからそういうお付き合いっていう友達付き合いはできないタイプだったんで、あの変わった人と多分見られて いたと思います。とはいえ別にいじめられることもなく、なんか中間地点でふわふわとやってましたね。あの別にすごくいじめに遭うこともなく、普通に別に話はかけられるし、だからといってどこのクラブとか部活にも参加できる余裕も時間もお金もなかったので、だって部活っていちいちお金かかるじゃないですか。テニス部入ったらラケット買いますよね。なんとか部に入ったらその部材って買うじゃないですか。だからそういうのもできなかった、ですよね。なんで音楽とかも全然、まあ、楽譜が読めないっていうことはあったんですけど、多分本気でやれば多分読めたんでしょうけども、音楽ってお金がかかるっていうイメージがやっぱりあったので、まあ、それもあってやらなかった、まあ、とにかくやりたいことを全てお金というものに引き換えに、やれないっていう夢が叶わないことがすごく多くって、そういう人生をどこかで変えたいってずっと思ってて、そのためには自分の人生を自分でコントロール自分にならなくてはいけない。両親からお金がもらえる、お小遣いがもらえるっていうことで生きていくっていうことでない自分を作らなくてはいけないっていうふうに思って、まあ、勉強とかをしていたっていう学生時代でした。なので、会社員になってもこう信念っていうのがあって、きっとそのもちろん会社の立場とか部長の立場とかそういうのは分かるんですけれども、これはきっとお客様の役に立つっていうものとかがあって、提案した時にまあね、ダメだっていうことがありますよ、当然会社だから。でもそれでもきっとお客さんが喜ぶって思うことは、残業とかがつかない状態で自分で独自でやってましたね。で結果それがすごく実はお客さんに喜ばれることだって分かった時に、初めてみんなが手伝ってくれるようになるみたいな、そんな感じのことしょっちゅうやってました。最初の一人って結構大変なんですよ、信念を貫くっていうのが。何やってんのとかって言われたりもしますよ、だけどそれはきっと私の信念はただ一つです。将来的にきっとお客様の役に立つに違いないっていうことで、会社員だからといって会社に言われたことだけをやっている社員ではなかったので、まあ、だからわからないですけど、それがうまくいく方向に行った時に会社がどんどん評価するから、どんどん役職だけ上になっていって、役職が上になると結局会社側の人間になってしまうので意見が言いづらくなって、まあ、それでまた新規事業部とか新しいフィールドに向けて転職をするを繰り返していたというのが、まあ、私の会社員人生だったんですね。でその時も会社の中で反対意見を言うとか、本当はこうなんだっていうみんなが心の中で思ってるけど社長には言えないことを言うっていうのは、まあ、大企業のね、3000人とかいる企業だと確かに無理なんですけど、中小企業レベルで100人規模レベルのところだったら、まあ、社長と直接話す機会があるので、それを言うために、負け犬の遠吠えになってはいけないので、実績をきちんと残した上で話を聞いてもらえる土台を作って、そして話をしているっていうことをしたので、一つのことを伝えるのにものすごい遠回りになります。努力をしてちゃんとその地位を作って対等に話を聞いてもらえる自分になってから本当に言いたい主張を言ってたので、だから夢を叶えるっていうのは本当に楽じゃない時があります。
だけど信念って必ず持ち続けて伝え続けると一人じゃなくなる時があります。それを応援してくれる人が出てきたりとか。でもそれを応援するのも一緒にこうね、煙たがられるとまずいって言えば、当然応援とかしてもらえない時とかもあります。特に初期に言い出しの頃は。そんなことを会社員の生活で繰り返しながら、もう本当にやりたいことを早くスピーディーに仕上げるためには自分が社長になるしかないと思って独立したっていうのが私の独立の経緯でした。もちろんそれからも夢を叶えるために邁進していきました。で、今はもちろん私はコンサルタントとして、その昔の私というかもがいている人たちとかも、その人が欲しい望む人生を過ごせるように、道筋のヒントを与えるというのが私の役割になっているんですけれどもね。結局それをする部分においてですね、まずは自分が立たないといけないということ。そこはね、日取りの戦いになります。要は自分の力をどれだけ信じることができて、どれだけ諦めないで前に進み続けられるかっていうのが非常に大きなポイントになります。諦めないで進むんです。これ結構皆さん的に言うと心が折れるとかね、よく言いますけれども、信じる力と引き戻される力との拮抗とバランスなんで、私は圧倒的に信じる力と前に進む力が多いので、心折れるということはなくやってきました。むしろ辛かったのは無力な小学生とか中学生の頃の私の方が辛かったです。大人になればいろんな武器を持つことができるので、それを使いながら前に進めていけるので、大人になってからの方がはるかに楽でした。だから夢って絶対に叶うって確信してるし、叶えてきたので、そこの、叶える力っていうのは皆さんに伝えていくことができる。そしていろんな方とね、特に初期の頃とお話をすると、思考が違うということが理解できて、そこをお伝えするんですけれども、思考が違うというのが自分の頭の中で完結している方が多いということですね。頭の中で完結する、ないしは自分の頭だけで考えられるものっていうのは、それ以上に世界が広がらないので、誰かの知恵を使うとか話を聞くとか、本当にそれは真実なのかっていうのを外に発信して、場合によっては傷ついて、心ないことを言う人いますからね。場合によっては傷ついて、場合によっては痛めつけられて、それでもその信念を言い続けることができるかどうかっていうのが、多分夢を叶えるっていうことの一つの大きな分岐点になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。だから諦めるのが早すぎる人が多いです。なんで諦めるのなんですよ、私的にはね。だってちゃんと願って行動すれば叶うのは分かってるのに、なんで諦めるんだろうって思ったりします。諦めるどころかスタートラインに立たない人もいますけどね。それは高橋さんが強いからですよって言う人いるかもしれないけど、いや、最初から強い人なんていないってっていう感じ。私は絶望と打ちのめされた小学生時代があったから、だから前に進む力を身につけたんですね。そこで私は絶対に諦めなかった。そういう子供時代があったことで私は強くなれてるので、結局何の事象があったからそうなったっていうのは、自分がやっぱり全部作ってる世界なんですよね。貧しいからグレましたとか言う人もいます。それはその人がそういう人生を選んでるっていうことになる。私は貧しいから工夫してどうすれば自分の世界が広げられるだろうっていうことを、お金がない家に生まれた
ことを呪ったことはないです。ただ親がねこういう感じになってしまっていて残念だなっていうのは思いました。一瞬親に期待をしたこともありました。だけどそれが叶わないっていうふうに思った時には自分で世界を変えるんだって、要は人を動かすのは無理なんだけど自分は変わるのは難しくないんですよ。それをね小学生の時から知っていたからこんな大人になってます。そういう意味ではそういう試練というかそういう環境に生まれたのもきっと私の運命だったんだろうなっていうふうに思いますしね。だから今その感情を解き放て、そして自分で自分の未来を作るんだという、魂の叫び炎ですね。それを特にこういう時期だから、こういう時期だからこそ上を向いて歩く必要があって、その原動力となる炎を灯火を皆さんに分け与えるためには、私がさらに情熱を持って燃やし火の粉を飛ばして、そして火をつけて前に進む人を作っていきたい、そう思ったんでね、情熱ということを来年の一つの目標にしました。だから夢ってね叶えるためにあるんですよって、人によっては陳腐に思える言葉かもしれないけど、私はとてもシンプルでとても分かりやすい当たり前の真理だなっていうふうに思っています。はい、それを人はもちろん否定する人もいると思います。そんなの叶わないって言って、でもそれは否定する人が勝手に否定しているだけであって、あなたの尊厳をその人が壊したり否定することは一切できないということです。自分の尊厳は自分で守るものなんで、だから、どんな状況になろうとも世界がどういうふうに変わろうとも必ずその環境において、やれることは必ずあるし、そしてやっていける道を見つけることもできるので、だから2021年はもっといい年になると信じて私も動いているし、皆さんもそれぞれの叶えたい夢があるはずです。生きてる時間っていうのは多分そんなに長くない、しかも宇宙っていう単位から比べたらめちゃめちゃ短いです。そのあと数年のうちの劇的なこの変化の1年、来年もそう1年になると思うんですけど、それをどう過ごすかというのは結局のところ自分で決めることになります。下を向いてばかりの悲観する1年を過ごすのか、新しい時代だっていうことで自分自身の思考から何から全部変えて、そのエネルギーを全て叶えたい夢の方に注いで、誰に何を言われようとも前に進んでいくっていう推進力、それを持って前に進んでいってほしいなというふうに感じてますし、私はそういう決意と覚悟をした人は全力で応援します。なぜならば私が過去をそうしてきて、一人で立ち上がって、そして一人でやってきた状態を知っていて、それがどんなに大変なことかを知っているから、少なくとも私が一人あなたの背中を押すことができれば、そこで二人でそこを目指すことができる。そしてもっと仲間がいればさらにその人数が増えて、もっと求心力は上がっていくんじゃないかなと思うので、心を燃やせ、情熱っていう言葉を来年の1年の、私の指針にしていきたいなと思いますので、皆さんももしこの話を聞いてよしそうだというふうに思う方は、ぜひ来年1年、最高にエキサイティングでハッピーで情熱的な1年を過ごせたらいいなというふうに思いますので、頑張ってまいりましょう。それでは皆さん、来年もまたどうぞよろしくお願いいたします。